第5世代に分類される中国のステルス戦闘機 J20 がアメリカの F-35 戦闘機と何度も遭遇しているとのこと。 F-35 に対抗する中国国産の J20 について詳しく見てみましょう。一機あたりの価格や研究開発費用も気になりますね。第5世代に分類されるステルス戦闘機と言われている中国の J20-1020 は、中国航空工業集団公司が製作し、中国人民解放軍空軍のために開発された。中国では、たけし竜、マイティドラゴンという愛称で呼ばれ、2017年3月に運用が開始されています。第5世代ステルス戦闘機としては、2005年12月に運用開始されたアメリカの F2 にラプターや2015年7月に実用化されたアメリカの F-35B 垂直短距離離着陸型ライトニング2に次いで世界で3番目のステルス戦闘機である。代表的な第5世代戦闘機としてはアメリカの F-22 と派生型として通常離着陸型の A 型と艦載型の C 型が追加されている F-35 それと中国の J20 の3種類の他には2020年12月に運用が開始されたロシアのスホイ57が挙げられます。2022年3月19日の中国メディアの報道によると、米太平洋軍のケネス・ウィルスバック司令官がアメリカのステルス戦闘機の F-35 が中国軍のステルス戦闘機 J20 と東シナ海で遭遇したと語っています。東シナ海において、アメリカ軍の F-35 が飛行中に、中国空軍の J20 と遭遇して、交戦寸前の状況まで接近したことがあるとしており、F-35 のパイロットによると、中国の J20 の性能や、中国軍のパイロットのレリ度は、想像以上に高かったと報告を受け、指揮と統制に感銘を受けたと話しています。また、ウィルスバック氏は、中国の早期警戒管制機、KJ500、ソラキョウ500についても、長距離射撃能力で重要な役割を果たしており、中国軍の長距離空対空ミサイルのいくつかは、KJ500 によって支援されていると語っている。J20 の運用について、ウィルスバック氏は、F-35 のような対地、対艦攻撃能力も併せ持つ、マルチロール機となるのか、あるいは、F-22 のような静空戦闘機となるのか、運用目的につては時期尚早であろうとしながらも、米軍を上回ろうとしているとの見方を示しました。J20 は、第5世代機としては、世界で初めてとなる、複座型が製作され追加された乗員が、搭載するセンサーの情報処理を行ったり、編隊を組んだ際の随伴する無人機、ロイヤルウィングマンの管理を行うとみられています。J20 は、欧米メディアでは、チェングズ、成都 J20 とも呼ばれており、所有している、成都飛機工業公司、または、所在地の四川省鳴門から来ています。また、中国の軍事マニアの間では、死体、中国語で、リボンを意味するとも呼ばれています。J20 を含む J 型として開発された戦闘機の機体が、薄く平らなリボンのような形状をしているものが多いことに由来しています。J20 は、1990年代に開発が始まり、2010年末までに、2つの原型機が製作され、鳴門市の成都飛機工業公司テスト飛行場敷地内で地上走行が確認され、その姿が2010年末に飛行式の軍事関連のウェブサイトに J20 のものと思われる画像が掲載され、その存在が明らかになりました。2011年1月には初飛行に成功したと公表されており、その機体は全面黒色の電波吸収塗装が施されており、高いステルス性能があることが確認されている。そのレーダー反射断面積、
RCS は、アメリカのロッキード・マーティン社が開発した F-117、ナイトホークステルス戦闘機と、同程度の0.025平方メートルと推測されており、F-35 と比べると、若干劣ると見られています。J-20 は、2016年11月1日には、広東省多摩海で開催された中国国際航空宇宙博覧会で初公開され、2機によるデモンストレーション飛行が公開され、戦闘機開発が進んでいることを国内外にアピールしました。2017年3月には空軍に実戦配備され、2018年9月には J-20 が量産体制に入り、年間40機が生産されると報じられ、2019年に東部戦区に配備が開始され、東シナ海や南シナ海での飛行訓練が行われた。2021年7月には、中国共産党創立100周年を祝うフライトパフォーマンスが行われ、編隊を組んで飛行する J-20 が披露されました。J-20 の推定値での要目は、全長 21.2 メートル、全幅 13.01 メートル、全高 4.69 メートル、空居重量 17,000kg、最大離陸重量 36,300kg、戦闘行動半径 2,000km、最大航続距離 5,500km。原型機でのエンジンは、ロシアより提供されたスーホイスホイ27フランカーに搭載するサトゥールン AL31 が2機搭載されていましたが、WS15、最大推力 180kN の開発を進めていましたが、難航しており、完成には至っていなかったために、すでに開発済みであった WS10 の推力を引き上げ、挙手状のステルスノズルを備えて J20 に搭載して、完成までの WS15 実用化までのつなぎとしましたが、現在は国産の WS15 にアップグレードされています。エンジンのアップグレードは F-22 ラプターのパフォーマンスに近づけたいということらしいです。J-20 にはアクティブ電子操作アレイ AESA レーダーが搭載されており、この AESA レーダーは約22,200個の送受信モジュールを備えています。また、出力電力は 24kW に達する。この送受信モジュール数と出力電力は F-22 戦闘機ラプターが搭載しているレーダーの AN/APG-77 を上回っており、J-20 が搭載している AESA レーダーの方が探知距離が長いと推測されています。また、J-20 には機種の下面には F-35 と同様に電子光学照準システム EOTS を備えているほか、F-35 に搭載されている AN/AAQ-37 エオダスによく似た分散開口システム DAS が採用されており、機体の各部に複数のセンサーを備えています。F-35 の EOTS-86 が空対空、空対地赤外線捜索、追尾機能を結合しているが、J-20 の EOTS は空対空目標の補足、照準に比重を置いていると見られています。J-20 の1機あたりのコストはというと、1億2000万ドル、およそ132億円160億円だと伝えられており、2000年代当初は4億5000万元5億元およそ88億円98億円と言われていました。推定の開発費は300億元およそ6000億円以上とも言われており、開発過程で大幅にコストが上昇したことが伺えます。一方、アメリカの F-35 は購入したフィンランドを例に挙げると、1機あたり約7300ユーロで93億円。比べると、J-20 はかなり高いことがわかるが、量産体制に入っている今では多少は下がっていると考えられる。また、アメリカの F-35 を日本が購入する価格が、1機およそ130億円と、
J20 と変わらない価格であることをアメリカの言いなりになっているのではないか。と、揶揄する声も聞かれます。日本の防衛省は、アメリカの主力戦闘機を採用するにあたっては、国内の企業で、機体やエンジン部分の生産、整備を部分的に任せることを条件に挙げており、F-35A の選定については、アメリカ政府とロッキード・マーティン社は、日本の企業が、機体の最終組み立てや、検査のほか、主翼、尾翼、胴体後部の製造と、エンジン部の組み立てに参画することを認めています。このような条件を付加したのは、次期戦闘機の開発で必要な技術力を維持することを目的とし、国産での戦闘機開発を目指しており、そのための新たな設備投資、ライセンス獲得費用が必要で、その経費が調達価格に反映されているのです。さらに、J20 の研究開発費が300億元およそ6000億円であることに対して、日本の航空自衛隊の次期戦闘機の研究開発費が1兆4000億円と言われていることについても、批判の声があります。しかし、これについては、前に述べているように、これまで、多数の国産戦闘機を開発している中国でも、第5世代戦闘機の開発には、6000億円以上かかっているんですから、アメリカの F-16 ファイティングファルコンをベースとし、改良して F2 を開発した日本ですから、次世代の第6世代と言われる戦闘機を国産で開発するとなれば、当然であるとの見方もあります。自衛隊のすべての装備品を国産化し、世界情勢に左右されずに調達することは国防において必要不可欠で、高額な装備品である戦闘機の国産での開発、製造においては、特に重要である。国内企業の防衛産業離れが問題視されている現在、国内企業の防衛産業参画を促す多額の投資も必要ではないでしょうか。ロシアによるウクライナ侵攻によって、世界中の武力や防衛力の強化が叫ばれている今日、日本もこれに遅れを取ってはならない。近年の日本最大の仮想敵国といえる中国は、アメリカに次ぐ軍事国家といえるほど、軍事力が拡大しています。この中国に、日本の技術を過小評価されないよう、戦闘機開発においても警戒される存在でなければならないでしょう。